はい、どうも銀シャリです。お願いします。うなぎさん、三好市はですね、特産品もすごいんですよ。知ってるよ、知ってますか、ほんまに。何が特産品、有名やんか。ほんまですか、お何か。ほんなら言うてみやろ。牡蠣な、しぶどうや。いやいや、切り方おかしいやろお前。牡蠣なしぶどうや。牡蠣なって俺話止まってんのかな思ったら、牡蠣なしぶどうって何。ほんで牡蠣なしぶどうやから。牡蠣なしぶどうね。種なしぶどうみたいな言い方やめて。牡蠣となしとぶどうやから。牡蠣なしぶどう、牡蠣なしぶどうって言うの。もみじまんじゅうみたいなことじゃないで。せっかくやからな、三好市の特産品を俺提案していきたい。あ、提案してくれるの、うん、何があるそれ。僕が作るハンバーグです。お前が聞けないから。めちゃくちゃ美味しいですよ。そうな、うん、料理好きなんやな。料理ハマってるんです今。ハンバーグ、なんでまたハンバーグなんそれは。まあ、男の料理言ったらハンバーグやろ。そうなんですかね、うん、ハンバーグ、リンドバーグ、ウーピーゴールドバーグ、これが世界三大バーグやもんな。聞いたことないわお前。スピルバーグ漏れたんかよ。ほんで何やその謎のバーグ選考基準は。お前有名やろこれも。有名やろやらへんが。あとな、俺カレーも作るの好きやねん。カレーとかちょっとね、うなぎさんがまあ三好市に出向いて、そう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 、いっぱい作るっていうのはいいかもしれないですね、うん、うなぎの特製カレーや。ややこしいねお前、自分食べ物の名前してるから。何がうなぎの特製カレー。魚介、魚介、魚介入ってないよ。何うなぎの特製カレー。めちゃくちゃ美味しいねんから。あ、そう、どういう作り方なのそれ。まず、うん、玉ねぎを、うん、コッパみじん切りにします。爆破してんのコッパ。いや、みじん切りでいいんじゃん、コッパしてる。じゃあ細かくや、お前。細かく、それすなわちみじん切りやろ、うん、お前。そこからね、火を強火にしまして、うん、玉ねぎがキツネになるまで炒める。永遠にならんと、お前。玉ねぎがキツネには永遠にならんと。なんでや。謎の錬金術は、お前。じゃあ、玉ねぎがキツネ色になるまで、うん。あ、そう、フォックスブラウンね。何やでしょ、かっこいい言い方。めっちゃかっこいいな、言い方。フォックスブラウンになるまで炒める。でそこからね、J ガイモ、NG も一緒に炒める。なんで急にイニシャルトークすんの、お前。ジャガイモ教えたんやろ。ジャガイモとか NG はもう人参やろ、ね、なんやねんな。あと Z キーニ、ズッキーニね。もう早いな、すぐわかるわそんなもん。ほな、うん、N スナスね。すごいなお前、すごいわお前。本来の文字数超えてきてるやん。え、本来イニシャルにすることによって本来の文字数超えてきてるよ、うん、そっからですね、うん、水を入れまして沸騰させるんです、うんうんうん、でここで大事になってくるのが味の調整。味の調整、うん、胡椒少々、うん、お塩塩塩。何それ、お塩塩塩って何それ。胡椒少々サウンドのお塩。何それ。お塩塩塩塩塩説明して。でこっからね、あの20分間煮込むんです。説明してくれ。ほんでここでですよ、うん、カルーの例を投入します。カレーのルーやお前。皆さん失礼しました。三好市の特産品、正しくは牡蠣なしぶどうなんです。適度な気候と肥沃な土地に恵まれた三好市、南部には果樹園が広がっています。どれも美味しそうやな。特産品は他にもあります。それは梅、三好の梅を使ったワイン、あざみのもあります。うん、梅、大声でよう言いましたね今の。君のそのハートに乾杯やわ。うまい。これらの特産品は移住すれば旬がやってくると、毎年思う存分味わうことができるということなんでございます。うん、ふるさと納税でも特産品がもらえます。ぜひ一度ご賞味ください。うん、梅。なぎくん、ん、三好の三大特産品覚えてくれましたか。もちろん覚えてますよ。覚えてますよ。牡蠣なしぶどうや。完璧やん。ああ覚えた。なぎくん、やっぱ牡蠣だけに熟知してるね。なしだけに君にしか成し得ない技でしたね。ぶどうだけに通ぞろいやったわ。うまい。